はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸3をお送りします。でこのタイトルもこれで終了となります。で次回からはですね、円は円なんだけど接線が出てくる問題に変わっていきます。で今回は今までね取り上げてないものちょっと似てるのもあるんですが2問問題を取り上げますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらって分かんないのがあれば今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でいつも通り、まあ、青と赤を使ってね、こうあの問題で分けてやるんですけど、今回ちょっと1番を先にあの青でやらせてください。いつも赤からやるんですけど、で1番ね、まずやっていくと、こっちはね前回の動画とちょっと似てます。でなぜかっていうと、まあ、円と直線の方程式が出てて、それが共有点を持つとき、その時定数 k の値の範囲を求めようっていうタイプの問題なのね。で前回も円と直線があって、その場合分けをしてさ、共有点の数を分けたでしょ、判別式で勝負してっていう、それと全く同じですやり方。だからまずこれとこれを、まあ、連立方程式みたいな感じで解いていく。 y がね y イコールになってるから代入法で入れてしまうと x2 乗で y の部分に x プラス k が入るから2乗イコール1です。でこれを全部左辺に持ってきてまとめてしまいます。でこれ展開してまとめると 2x2 乗で 2kx プラス k の2乗で1も持ってくるとマイナス1イコール0と。で前回はこの判別式が正だったら共有点が2個とかね、イコール0なら1個みたいな感じでやってたんですけど、今回は共有点を持つときなんだよね。じゃあ共有点を持つときって判別式、今回また4分の D 使えるんで4分の D でいきますけど、判別式がどうなればいいかっていう、そこが大事だね。で結論から言えば、判別式が代なりイコール0になればいいんです。こうなれば OK で、なんでこうなればいいかっていうと、共有点を持つということは、共有点が2個でもいいし、もしくは1個でもいいんだよね。共有点が2個って言ってないから。いい？だから、持てばいいから2個か1個。2個だったら、こうでしょ。で、1個の時ってイコールでしょ。だから、くっつけちゃえばいいっていう。いいね。なんで、判別式がこうなればいいと。それが分かれば、あとはやるだけなので、B' の2乗。これの半分の2乗なんで、K の2乗。で、マイナス AC だから、マイナス2をここにかければいいんで、2乗で、プラス2。で、代なりイコール0と。で、これまとめると、マイナス K の2乗になるから、マイナスで処理すると向き変わるからね、こうなるね。もともとマイナス K2 乗、プラス2なんだけど、マイナスが嫌なので、マイナスを全部処理して、向きも変えると。で、これを解くと、右に向いてるから、マイナスルート2からルート2と、これで終了という感じになります。だからやってることはね、前回とすごく似てるよね、ここは。で次が弦の問題ですね。これもよく出てくるイメージがあるんですけど、まず直線と円がまた出てきます。で直線が円、これねによって切り取られる弦の長さを求めようという問題です。でこれはですね、なんでこっち赤にしたいかっていうと、図を描くんでね、そっちの方が見やすいかなと思って。で円と直線があるでしょ。で今本当は中心とかも分かってるから x 軸 y 軸描くべきなんだけど、説明だけしたいんでちょっと無視するよ。直線の傾きとか全然無視しちゃってるんだけど、まずこうやって円があるじゃないですか。で、まあわかんないんだけど、直線があると。こんな感じでね。で、その時に、切り取られる弦の長さだから、こっからここの間の部分、ここ。ちょっと間塗らないけど。ここの長さを求めろって言ってます、今。そう思ってください。まあそうやってるんだな、つって。で、やり方ね、何通りがあるんですけど、俺が一番好きなやり方でやらせてもらいます。で、俺が好きなやり方はですね、中心があるでしょ。で中心から弦に向かって、ちょっと曲がったけど、垂線引きます。
で、弦に向かって中心から垂線引いた時って必ずここ半分にしてやります。これも決まってるからね、絶対になると。で、どっちでもいいんだけど、こうやって引いて、これ直角三角形でしょ、だから三平方の定理で勝負しに行くと。つまり、今回ちょっと途中式とか言葉とか書かないんですけど、ここをね、x にする。この一つ分を。で、x がもし3って分かれば、2倍にすればいいから6って分かるでしょ。だからまずここの x を求めに行きたい。で、それを求める上で、三平方を使いたいからさ、ここの長さとこの長さが欲しいのね。で、まず、ここの長さはすぐ分かる。なぜなら、円の半径だから。こっち。で、円の半径は円のここを見ます。公式これ R2 乗でしょ、あの公式通りいけば。だからこれルート2が半径なんです。ここが2だから、これ今までは同じね。つまりここルート2なので、あとはここが分かればいい。ここで、この部分どうやるかっていうと、これは中心の座標、ここを見て3の1って分かる。3の1ってね、で、3の1からこの直線までの距離、点と直線の距離ね。で、今まで勉強してその公式を使えば解けます。だからその赤の部分、まず求め、まじって言ってたら、まずね、求めに行くと、点はこれ、直線これだからね。で、公式通り行きましょう。で、まず下ルートだね。ルート、こことここの係数を2乗して足すんだよね。四四16、マイナス3の2乗は9だから、足して25分の、ちょっと待って、おかしいね、もういいや。で、絶対値だね。で、絶対値、3の1をこことここに代入して計算します。だから3を入れて試算12、1を入れてマイナス3、これも無視しないで書いてね、マイナス4、閉じると。で、下ルート25は5です。分の上が5か。で、絶対値5は5なので、結局これ1なんだよね。つまり、ここの部分は1って分かりました。だから、三平方の定理で x 求めに行きます。で、一応、斜辺の2乗からやろうか、ちゃんと。斜辺の2乗、2だ、ルート2だね。斜辺の2乗イコール、x の2乗プラス1です。1の2乗1だからね。で、これを解くと、x の2乗イコール1、つまり、x はプラスマイナス1なんだけど、ここはマイナスは外します。なぜなら長さだから。いいね。じゃあちゃんと書くんだったら、書くか。ちゃんと書くと、x は絶対正なんだよね。長さだから。より x は1と分かりました。だから、求めたかった、弦の長さ。切り取られたね。弦の長さ。はそれの2倍なので2というふうに分かります。いいかな。こんな感じで解くの、俺はこれ、このやり方がね、一番好きなのでよく使うんですけど、もしかしたらみんなが使ってる参考書とか学校の先生ね、違うやり方かもしれないんですが、それはその個人個人に好きなやり方、一番自分に合ってんなと思うやり方をぜひね、使ってください。では今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、次回から接線です。一応円と、円の接線の方程式という名前で、これも何本かお送りしますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。